あ、焚き火なんてあるの。ありがとうございます。なんか焚き火の絵だけでもありがたい。なんかあったかくなる。ありがとうございます。熊野ぬいぐるみさん、ユーフレン学校かりさん、コッシーさん、ターボーさん、元気さん、ハピニーさん、伊達結び丸さん、ジュリーさん、伊達結び丸さん、ターボーさん、ロンゲさん、ハピニーさん、明石のポチさん、シュンさん、鈴代さんからいただいてます。あ、ギフトがワールドカップだからなのか。サッカーのボールのギフトもあるね。今日、この後すぐだもんね。日本時間12時から。00時から。皆さんはもう見る派ですか？サッカー。私もすごい、なんかすごい詳しくて、見るわけでもなく、すごい詳しい人でもないから、なんかニュースで流れてきたハイライトみたいなやつを見て、あ、日本勝ったんだっていうレベルのドブスっていうか、なんていうの、そういうの、なんていうの、ど素人。アマチュア、なんていうの、そういうの。にわかか、にわか。にわかです。でも今日はちょっと大事な試合っていうのはもうみんな世界が、日本中結構、注目してますもんね。だからちょっと見ようかなと思ってます。12時からだし。僕が見ると負けるので寝る派です。そんなことあるんだ。あ、でも寝ますっていう人もいる。イークレットさん。結果だけでニュース聞く派。一応テレビはつける。あ、歴史を変える試合なんだって。私もなんか街に繰り出して、じゃあみんなでスポーツバーで飲みながら見ましょうとか、みんなの、なんか誰かんちの友達ん家に集まってみんなで観戦しましょうっていうのをあんましなかったので。あんまり薄いです、情報は。さあ、初見さんありがとうございます。年取ったから起きてられない。興味ないけど、まのちゃん旦那推しだから出てみたい。だから出てたら見たいなと。そう、すごい、すごいよね。みんななんかやっぱ、スポーツ選手との奥さんって、まあ大変だけど、ね、すごいよね。見るならアベマよりもテレビの方がいいかも。なんかアベマがそう、入場制限かなんかで、規制がかかっちゃうみたいなのをツイッターでやってましたね。明日リアル出社なので寝る。ああ、ほんとそうだよ。寝てください。さあ、ギフト、ターボーさん、沼千代さん、ハピニさん、明石のポチさんから追加でいただいてます。ありがとうございます。さて、わけで12時からね。すごいね、街中、青一色だもんね。東京タワーとかも見てないけど。すごい、だから今日ショールームも、あれじゃない？チラッとしか見れてないけど。青いユニフォーム着てやってる子、めちゃくちゃ多くない？多分。チラッと誰かのさっき見たけど、ユニフォーム着てた。もういいよね、すごいよね。スポーツ選手と結婚するなら、どの競技の選手がいいですか？スポーツ選手と結婚するなら、どの選手がいい、どの競技の人がいいかって。難しいね、なんか。みんな食事の管理とかもさ、奥さんがやるじゃん。私多分自分の食事の管理もできないのに、ね。絶対無理だなと思う。あ、バスケじゃない？あ、バスケね。みんな怪我したらね、ちょっと終わりだから怖い職業だよね。クロリンさん、あの青ユニフォーム高いんですよ。私はただの青シャツで盛り上がる。日本代表のユニフォーム高いの？いくら？高いってもたかが知れてるでしょ？でも。8000円とかで、そういう1万円以内との値段でしょ？もっとするのかな？青いユニフォーム。なんかいそう、買ってる人。高くて8000円とかじゃない？もっと安いかな？ 6500 円とか。
1万円？さあ、初見、ブラボーさん、ありがとうございます。青いユニフォームってそんな高いの？結果の T シャツでも着るか。私の T シャツ、イメージカラーが黄色なんで、真っ黄色です。まあ、確かにグッズで青とか、赤は出したことあるけど、青とか出したことないな。で、日本代表、キッズの T シャツでユニフォーム5000円。ってことは大人は8000円ぐらいやっぱ取るよね、多分ね。T シャツ。日本代表の T シャツ。あ、でもなんかいろいろピンキリだね。日本サッカー協会の なんかピンキリすぎてちょっとよくわかりません。男性ね、やっぱ詳しい方多いね。今日、日本代表、クロアチアに勝てば初のベスト8です。頑張ってください。お、すごいよ。日本代表のユニフォームいくらって聞いたら、オーセンティック？意味わかんないけど、オーセンティックで1万8000円だって。オーセンティックっていうのが意味わかんないですけど、ユニフォーム1万8000円。高っ！F1 に例えてくれたらどのぐらい難しいかわかるんだけど、あ、今回の戦い、日本、クロアチアってこと？ F1 もわかんないかな。あ、オーセンティックっていうのは本物って、選手着用モデル。だから本物の T シャツ？選手モデルに一番近い素材がオーセンティックってなって、それでもう、物は1万8000円。高いね。それは高いわ。さあ、というわけで、まあ、日本中は今盛り上がってるだろうけど、ちょっとショールーム始めます。お便りいただいてるので読まさせてください。ありがとうございます。ロンゲさん、キッカこんばんは。舞台の稽古お疲れ様です。今回の舞台は台本が小出しに追加されてきて、まだ誰も結末は知らないと聞きましたが、台本が追加されていくのと、結末までの台本をもらうとのはどちらが大変ですか？また、共演する皆さんとは仲良くなれましたか？本格的に寒くなってきました。風邪などひかないよう気をつけて舞台稽古頑張ってください。ということで、年末に12月27日から新宿にて行われる舞台の方に出演させていただくために、稽古がちょこちょこと始まっているんですけども、その台本がまだ結末まで知らないんです、私たちは。で、まだあと何日後に全ての台本が上がってくるか分かんないですけど、そういった感じの稽古の進め方を今してきてるわけで、今まで私が何本か出させてもらった舞台の場合は、顔合わせの初日の時にもうドーンって台本をもらって、で稽古を最初のページから進めていったりっていうのが多かったんです、そのパターンが。だから結構ギリギリまで結末知らないっていう舞台も、まあ、最近ちょっと続いてるかな、そういう舞台。もう大変です。いや、でも、どんどんセルフが多かったり少なくなったりとか、どのぐらいあれするのかわかんないですけど。あと、じゃあ本番1週間後ですって言われて、1週間後に、じゃあ最後の何ページ、15ページ、20ページぐらい、ボンって渡されても私覚えれないタイプですね。でもそういうので覚えちゃう人もいるんですよ。そういったなんかギリギリの進め方、言い方悪いけど、ギリギリの進め方でずっと稽古してるチームもいるんですよね。なんか、
俳優、役者さんとかすごい多い。すぐ覚える。なんかそれができないから、私は。怖い。作家先生が執筆なの？はい、今回、秘密兵器という劇団の方が、の一人が執筆してます。面白い稽古の進め方ですね。いや、やる方は大変ですよ。で、私はだからその、瞬座に、祝辞に、あ、寸座に、なんていうの？即時に。なんか即日台本が入ってこないんですよ、頭の中に。だから、すごい不安です。ドラマとかだと当日とかかもだしな、慣れているんだろうか。だからそう、台本は、だから、覚えるのって慣れなんだと思いますよ。ダンスとかも、私はそう思います。ダンス長年やってきてる人って、パッと見ただけで、教えてもらったらすぐ振り入るイメージ。で、セリフもそんなイメージです。私はどっちも欠けてるからちょっと、大変です。クロニンさん、舞台でセリフが飛んでしまったことってありますか？ね、ある。全然あります。大変だよね。頭真っ白い。何回かある。しょっちゅうはないですけど、でもやっぱりその恐怖心があるから、その本番前々日ぐらいの夜に、そういう夢見ますもん。とちっちゃって、頭全部、セリフなくなっちゃって、ああ、どうしようっていう悪夢の夢を本番前々日ぐらいに見ることもあるので、相当多分ストレスなんでしょうね、それは。あるよー。で、その時は、どないしたん？セリフ飛んだ時。なんか、次のセリフ言ったりとか、あと、周りの人が、何？次はこういうセリフだから、じゃあ私言うわ、みたいな、なんか感じで、なんか、意気投合っての、なんか言葉全然違うと、助けてくれます。できるみたいなのが才能というよりかは、一人一人が、その人であるっていう、大変です。頑張ります。ぜひ皆さん見てきてください。あ、見に来てください。年末ですが、スペシャルインユンパルコ。吉川さん、屋根の上のバイオリン弾きに出たくらいなんですから大丈夫ですよ。いやいやいや、なんかな、一回なんだっけ、三銃士っていう、それこそ日生劇場で出させていただいた、本当よ、4、5年前の夏ぐらいに三銃士っていう舞台、ミュージカルか、やらせていただいた大御所の方たちと、その時に、まあ、大御所の方と歌う、2人で歌うシーンがあったの。その時に歌詞飛びましたね。それはすごい今でも冷や汗かいた、覚えてる。またなんかいつもみたいにごまかして歌っちゃったけど、怖い。ああ、怖い怖い。もう悪夢見るって相当ストレスなんだろうね。さあ、続いてハピニーさん。こんばんは。最近夜だけではなく日中も寒くなってきて、上着を着込んでいないと寒く感じる日です。もう12月になって残り4週間ほどで年末ですが、今週木曜日12月8日は年内最後の満月で、気温が低く寒さが厳しくなるので、コールドムーンというそうです。寒い時期に外で月を見るには寒い時期で、見ていると何やら寂しく感じますが、空気が澄んでいて星もよく見えそうです。ソロキャンの時に空を見上げると綺麗な星が見えそうです。舞台お茶の間稽古いかがでしょう？感激しに行くのを楽しみにしてます。あ、見に来てくれるのありがとうございます。順調です。ね、もうちょっと、12月入ったのもうすぐですが、頑張ります。もうほんと寒いですよね。あ、今日スタッドレスのタイヤに履き替えました。お、雪国の人？冬の電気代が恐ろしい。そう、とか今東京も雨降ってる。東京だけじゃないけど、雨降ってるから、一気に気温がまた下がりますよね。
で、12月8日、朝、しあさってぐらいかな。コールドムーンだって。気温の低く寒さが厳しくなるんだって。もっと寒くなるの？こっから。からはキャンプはいけないな。電気毛布とかがないとキャンプはちょっと、私はちょっと寒い、今日中でもちょっと寒いなって思ってるのでね。え、寒そう。今日もすごい寒かったもん。え、寒すぎて温泉行ってきたわ。だってうん、温泉行きたいですね。みんなも風邪ひかないようにしてきてください。してきてくださいってなんか全部言葉が過去形になっちゃう。なんだろう。今キャンプだと修行レベル。なんか私のファンの方、さっきあのこれショールーム、月曜日ショールーム10時からで、9時から 4U っていう、そのテレビ電話ができる特典みたいな、か特典会みたいな、特典会とか、そういうなんかコーナーがあるんですよ。コーナーというか何？そういうのをやる時間、9時から。まあ、有料なんですけど、お金払っていただいて、テレビ電話が1対1でできるっていうのをいつもやってるんですけど、なんか、あのファンの方、キャンプ行ってましたよ。寝るときは車だって言ってましたけど、すごいよね。そう、ビデオ通話、そう。私はちょっとさすがに、今の時期のキャンプちょっと怖いな。風邪ひいちゃいそうで。4U 土日にやってくださいって、ビデオ通話ね。土日ね。頑張ります。さあ、続いて、アキラックスさん。吉川さん、こんばんは。先々週の土曜日、ついに新型コロナにかかってしまいました。金曜日の深夜に、なんか喉がおかしいなと思ってたんですが、翌朝起きても治らず、ただ熱はなかったので、これはコロナじゃない、ちょっと喉が荒れてるだけと思ったものの、翌日の日曜になると熱がいきなり39度近くまで上がってしまって、不安が最高潮に。月曜日には早速かかりつけの医者のところで抗原検査を受けるとコロナの陽性判明定が出て、逆に安心してしまった感じでしたが、ここからが大変。医者からもらった薬で熱は下がりはするものの、突然また上がったりと、時折激しく咳込み、止まらなくものすごく苦しくなったりと大変でした。今のオミクロンでは味覚障害や収穫障害にはあまりならないとあったのですが、自分の場合は今でも匂いや味覚も半分ぐらいしかありません。熱は平熱になりましたが、咳も少し残っているので、これはいわゆるコロナの後遺症なんでしょう。吉川優さんも新型コロナにかかったと聞きましたが、その時は後遺症も残らずにすぐ治りましたか？ということで、はお大事にです、アキラックスさん。39度まで上がる。そうだよね。私かかった時、もう忘れちゃった過去のことだから。後遺症もあったかな？それも忘れちゃいましたけど。意外となんかそんな、私の場合はそんなすごい体に異変がすごい起きたわけじゃなかったような気もします。味覚障害なんか嫌だって。え、嫌だね。味覚嗅覚、ね、多いもんね。また最近オミクロンにやられた時は1ヶ月咳が止まらなかったって。唇がカサカサでおかしくなった。あ、それもあれなのかな、後遺症なのかな。喉がね、喉は私はずっと来てましたね。はい。今日味覚も昨日より戻ってきましただって。あ、よかったです。でも味覚、味がなくなるのと匂い、どっち？味覚障害と、味と匂い？かかるならどっちがマシですか？皆さんなら。
この先ずーっと。どっちかがちょっとあれしちゃうってなると、どっちの方がまだいいです。どっちを残しときたい？味覚か収穫。でも味って匂いから味わうものもあるもんね。匂わないで味って感じれるもんなのかな。なんかよくわかんない。味覚かな？あ、そっか、やっぱ味覚かな？私もでも味覚かな？味覚は残っててほしいな。味覚、嗅覚、どっちが残したい？どっちも嫌だってきてる。そうだよね。でも、ちょっとずつ良くなってきてるみたいでよかったです。お気をつけてください。お大事に、お大事にとしか言えないね。とりあえず安静にしてください。さあ、続いて、しげおさんから、きっかちゃんお元気ですか？最近僕の職場の近くにおにぎり専門店がオープンしました。朝7時半の開店時には出来たての熱々のおにぎりがたくさん店頭に並んでいます。どのおにぎりもみんな美味しそうで、今日の朝ごはんはどのおにぎりにしようかといつも迷ってしまいます。朝ごはんといえば港では、あちまたではサンドイッチが人気ですが、おにぎりでも負けていません。ところで昔どっちの料理ショーという料理バラエティ番組があったのをご存知ですか？カレーライス対ラーメンとか、カツ丼対うな丼とか、対戦形式で出演者の人がどっちの料理が食べたいかを多数決めるといった番組です。もしおにぎり対サンドイッチという対戦があれば、今の僕ならおにぎり1票を入れてしまいます。きっかちゃんやゆうふれの皆さんは朝ごはんにおにぎりかサンドイッチどっちが食べたいかとても知りたいです。おにぎりかサンドイッチどっちがいいっていう話。すごい迷う。なんか時と場合なんだよな。前までの私だったらサンドイッチを、パンが好きだからさ、米よりは。サンドイッチをずっと選んでたと思うけど、おにぎりかな、でも。ああ、迷うな。おにぎりかな。ほら、おにぎり派の人多いね。やっぱ日本人だな。それこそ究極の選択。おにぎりは具によりけり。あ、わかります。それはわかります。そう、具選んでいいなら、具選べなくて、具が梅干し、おかか、梅干し、おかかとかだったら、サンドイッチがいいです。でし、おにぎりの中でもなんか、好き嫌いがあるんですよね。梅干しとかさ、おかかとかも持ってんのほかなんですけど、そういうのは絶対選ばないです。ダメなんだよな。おにぎり派が多い。あ、昆布もすごく嫌だ。ダメなの、昆布。おにぎりは昆布を必ず買いますっていう人。私でもおにぎりはいつも、おこわ系、おこわ。五目系のやつか、あいつも何買ってんだろう。でもその、今、ちょっと苦手だって言ったら、梅、おかか、あと、昆布以外のものを買いますね。シーチキンもあんまり最近は食べてない。最近ってか、あんま、手が乗らないな。鮭とかね。そう、鮭とか、イクラとか。うん。でも、割かし比率的に私、五目系のおにぎりに手出してることすごい多いかもしれません。でもいいね、これ。近くの職場に、おにぎり専門店。今流行ってんだよね、おにぎり専門店って。いいね、でも職場の近くにおにぎり専門店があったらもう、毎日そこ通っちゃうよね。だから私はおにぎり派です。まあ皆さんもおにぎり派っていう人も多かったですね。いいなぁ、おにぎり専門店。行ってみたい。
さあ、ドローネット蛇出しさんから、将棋の藤井竜王っていうのかな、この藤井さんがおやつに注文した飲み物は瓶で栓抜きで開けるタイプでした。しかし栓抜きがうまくいかなくて苦戦。その様子を見ていた記録係は声をかけてアシストした場面がありました。吉川優さんは栓抜きを使うことはありますか？使えますか？私は飲み会以外で使ったことがないのでほとんど使ってません。え、栓抜きってあれでしょ？瓶の蓋開けるやつでしょ？使えますよ。だから瓶ビールとか開けるときさ、使うよね。こんぐらいの瓶ビールみたいな。そういうの開けるときとかに使うし、あと、あの、鍵が私開けれるやつ。鍵。鍵が開けれるタイプのやつです。そう、なんかうまくね、なんか、そういう形になってんの。缶切り使えない人もいそう。私さ、使える使える。あの、缶開けるやつよね。フルーツの缶開けるときの。缶切りもね、使えるけど、でも、今の缶って、缶切り使わない缶多いよね。昔は、なんかあったイメージ、私が小さい頃は。今生まれてきた二十歳とかの20代、10代の人たちって、ほんと缶切りわかんないかもね。え、わかんないよ、絶対。へえ、懐かしい。かわいい。でも藤井、あの将棋のね、でもだからこの人も若いもんね、藤井さん。だから栓抜きがうまく使えないって、だからその20代の10代の人たちも使えないってことだよね。最近の缶詰はプルタブ式です。そう、YouTube にも開けられなかった映像がありますので、ちょっと見てみよう後で結構萌えポイントだね。じゃあ藤井聡太じゃなくて。さあ、続いてロンゲさんから、キッカこんばんは。12月になりましたので今月の占いです。八白土星のキッカの12月は来年の希望と期待にあふれる活気のある月。忙しい今月ですが、夢や目標に近づくチャンスの月ですので、これまでにできなかったことがあれば12月はぜひ実行してみましょう。何か一つでもきっかけを作って1年を締めくくれば2023年は素晴らしいスタートが切れます。ただし今月は攻撃的な月ですので言動も強くなりがちです。話し相手を傷つけないように穏やかな口調を心がけてください。目上の人に慣れ慣れしくしがちですので言葉遣いには気をつけましょう。健康面はそそっかしい月ですので転んでの怪我に注意。今月の仕事運、いろんなアイデアがひらめきます。ひらめいたら素早く提案したり行動すれば開運につながります。金運はお金に執着しない月ですのでお給料もボーナスも全額使ってしまいそうです。お金は来年以降も必要ですので計画的に。開運法は新しいのに月がある12月なのでお箸を新調しましょう。いろんな運気が向上します。ラッキー方位は東南と西北。ラッキーカラーはグリーンとシルバー。ラッキーアイテムはベルトと水晶。ラッキーフードはカニと鍋料理。ラッキーフラワーはハボタンとシンビジウム。以上、今月の占いでした。今年も読んでいただきたい。ありがとうございます。ありがとうございます。私、八白土星っていう、なんかそういう、あるんですけども、占いで。生まれた年と、誕生日等で。で、八白土星なんですけど、八白土星の今月の占いということで、占い好きなのでね。ほら。今月は攻撃的な月ですので言動も強くなりがちです。話し相手を目上の人に慣れ慣れしくしがちですので言葉遣いには気をつけましょう。だって今の稽古は私下から2番目ぐらいなんですけど、あと目上の人なんで気をつけよう。やだ、
気をつけます。健康面はそそっかしい月ですので、転んでの怪我に注意しましょう。気をつける。なんか本当、半月前、2、3ヶ月前、自転車でこけて、もう思いっきり怪我をしたので、気をつけます。なんかふとしたとき。雨降ると滑るしね。気をつけてください。おじさんたちに優しくしてね。共演者と社長に注意が。攻撃的な月だから気をつけてね、みんな。私自分はよく歩いててつんのめる。待って、つんのめるって私知ってるよ。それ突っかかるってことでしょ。つんのめるって方言だよね。みんなこれでも知ってる言葉、つんのめる。なんかそう、茨城の人、あなた、つんのめるってさ、なんか突っかかる、突っかかるっていうのも多分方言だと思うけど、つんのめるって関東圏じゃない、あなた。あ、ほら、そうそうだって。あ、前のみになるってことなのか、前のめる。標準語なのかな。つんのめる言うねって。なんか私はつんのめるとは、私は言わない、自身は言わないですけど、なんか周りで聞いたことある、茨城で。茨城に関係ないけど、なぜ知っているんだろうか、あなたね。あ、群馬も言うよ。だって神奈川県でも言う。広島は言わない。あ、でも、つんのめるっていうのは国語辞典に載ってるんだって。中部地方でも使うよってことは、公式の言葉なのか、これ。初耳ですという人もいれば。つんのめる。私、今すごいつんのめるって知ってた。つんのめるって。新しいものには月がある12月なので、お箸を新調しましょう。だってお箸って買わないよね、自分で。お箸買ってみようかな。なんかお箸ってさ、オーダーできるもんね。あのセミオーダーじゃなくてオーダー、名前入れたりとか。え、お箸買ってみようかな。さあ、というわけで。え、箸買うでしょうって人いるよ。え、箸、箸買うタイミングって何なの、じゃあ。私、もし、あれ、私、箸どうしてたんだろう。確かに、でも、東京出てきたときは、絶対買ってるもはずだもんね。で、使い古しじゃない？割り箸なのでノーコメント。私もだから割り箸結構多いです。割り箸使っちゃうことが。イカプリウスさん、箸買うよ。臭くなったら。待って、箸が臭くなることなんてあります？でも箸の先が剥げてることがよくあるんです。でもそれでも使っちゃってるから。だから箸を捨てたことがないし、箸も買った覚えがここ5、6、10年ぐらいないと思います。前箸持ってないんですか？持ってません。だって前箸なんて持ち歩かないもん、そもそも。やだ、じゃあ箸って買うもんなんだ。金沢旅行で、なんていうのこれ、輸入の湯に島に塗るって、湯島塗りっていうのかな？湯塗りっていうのかな、わかんないけど、なんかブランドなのかな？だ、高級なお箸買ったって人もいる。輪島塗りだって。ちょっと私もお箸買ってみよう。運気良くなるみたいなんで。さあ、続いてハピニーさん。こんばんは、吉川ゆうさん。最近夜だけではなく、日中も寒くなってきて、上着、あ、ちょっと待って、これ見たね。ごめんなさい。
こっちだった、ごめんなさい。ジュリーさん、キカさん、こんばんは。ジュリーです。昨日ハロープロジェクト2012ウィンターハロープロ天国ファンキーちゃんという DVD を見かけたので手に取ってみたら、ゲスト吉川優と書いてあったので早速購入です。2012年1月8日に中野サンプラザで行われたとのことで、当時私は1年半以上アイドルのライブやコンサートに行ってなかった時期なので、ある意味新鮮な気分で見れました。吉川さんはこんな私でよかったよらを MV でも着ていた真っ白なミニスカノースリーブ衣装で歌ってました。当時19歳の吉川さん、電車の中でやるクロスワードパズルにハマっていたようで、 MC でそのことを言い、会場から微妙な反応をもらってました。恥ずかしい。そしてまず私が言いたいのは、2012年1月の吉川さんはすごく可愛くて綺麗だということです。もちろん今はさらに綺麗になっていますよ。さすが。このしばらく後にタワレコ新人で行われたファーストアルバムのサイン会で、私は またアイドルの世界に引っ張り戻しただけのことはあります。ただ見ていて私は大いに不満を感じました。吉川さんの歌とビジュアルには何の不満もないのですが、曲が途中でバッサリとカットされているショートバージョンだったことです。ゲストなんだから丸々歌わせなさいよと言いたいです。この後全身キンキラの誠さんが登場し、はい、吉川優さん、こんな私でよかったら聞いていただきました。吉川さんは中野駅前のツタヤイベントを行っているということで、詳しくはお手元のチラシをご覧くださいと締めくくっていました。吉川さん、その時のチラシはお持ちでしょうか？持ってません。そして、スマイレージを挟み登場したのが、なんと現サッカー日本代表で、ワールドカップカタール大会にも出演している柴崎岳選手の奥様は、あのえりさんでした。いやー、まのちゃん可愛いわと思わず声に出してしまいました。そこで吉川さんに質問ですが、今でもまのえりなさんと連絡を取り合ったりはしてますか？全然まのちゃんとは連絡は取り合ってません。今奥さんだもんね、すごいね。いや吉川さんはその時のチラシはお持ちでしょうかって、持ってないよ。特典会をロビーでやったりもした、懐かしいですよね。本当だから、本当デビュー当時は、まあ、前座みたいな形でいろんなとこ出させていただいたんですけど、そのロビーでなんか特典会みたいなのもね、入場時、終わり時、閉園時なんかやらせていただきました。お披露目っていう形でありがたいですね。懐かしい。さあ続いてピロリンさん。12月です。早い。12月1日に今年も新語、流行語大賞が発表されました。今年はプロ野球から村神様という言葉が選ばれたそうです。野球を見ない人からにはピンとこないかもしれないです。また来週の12月12日には今年の漢字が発表されるそうです。今年は何が選ばれるでしょう？ちなみに2012年は金、2020年は水でした。もうすでに忘れてましたが、今年の〇〇とか言われ出すと今年も終わりだなって感じがします。あまり実感はありませんが、今年の振り返りの時期なのでしょうか？皆さん今年はどうでしたか？ということで228通目のお便りいただいてます。ありがとうございます。そっか、もう新流行語大賞がもう始まっ、もう終わったか、それもう終わったんだ。そうだね、あ、もうそうだね、こういうのがあるともう終わりだねって感じるよね。今年の感じなんだろうね、何があったか忘れた。でも円安じゃない、円安だから安だと思う、私は安。またね、多分再来週ぐらいにこの話題出てくるのかな、お便りで。なんだと思うみたいな。私はでも安だと思う。円安だから。あ、でも、落ちるとかでもいいのかな。円が落ちるから。落下の落下の落。落ちるっていうやつ。難しいね。でもそういう時期です。本当もう、終わりの時期です。早い。あ、安倍さんの安倍もそうだよね。安だから。ほら、安ありそう、ありかも。そうだよ、絶対あるよ、すごいな。あ、戦、戦い、戦うっていうね、戦っていう字ね。あー、ありそう。ま、日本代表が
優勝したらそうなりそうだね。あ、青。サムライブルーの青か。ああ、なるほど、すごい。そう考えると、今年いろんな話題があるね。さあ、もう終わりです、今年。ありがとうございました。さあ、最後、厚切りかまぼこさんからです。年をとってもときめきを忘れないようにするにはどうすればいいと思いますか？ときめきなんてもう忘れてない。ときめきってなんだっけ？わかんない。ときめきって何？ときめく。何々にときめく。年をとってもときめきを忘れないようにするにはどうすればいいでしょうかっていうお悩みが来てますので、皆さん最後これ解決してから帰ってください。自分で考えようねって言って、ときめきメモリアル。こっちが聞きたいって言って、注射打たれるときにドキドキする。あ、ときめき。それもキュンキュンすることだって。キュンキュンすることらしいですよ。だからアイドルのオタクやってることじゃないですか。まあアイドルに限らずだけど、うん、ドラマ見ててときめくとかないですかって来てますよ。でも推しを作るってことだよね、多分ね。手っ取り早いのは推しを作る。このときめきは画面越しに推し面がいるとき、ときめかせるのがアイドルですなってきてる。ドキドキということで、厚切りかまぼこさん、ときめいてください。頑張って不整脈かかってあーちゃ、ギフト、ちょっと今、途中でくれた人読めなかったんですけど、ごめんなさい。猫大臣さん、ミミハンさん、伊達むすびまるさん、セセリさん、ちょっとこの後ね、ちょっと今消えちゃってて読めなくて、ごめんなさい。このショールームに来たら感じる、それがときめきや、だって。なんかプロゴルファー猿みたいな言い方。お金がかからない方法も考えてあげたかった。あ、そのときめく。テレビじゃない、だからテレビだよ。好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら。え、何の話。さあ、というわけで、皆さんお便りありがとうございます。ギフトもありがとうございます。さ、もうそろそろ、もうそろそろ終わりにしようかなと思ってます。ウォーウォーウォートナイ。あ、明石のプチさんはもうおねむみたいです。もう開始直後からおねむおねむって言ってるので。え、もう、え、じゃあサッカー見ないんですか？もう、オリさんはサッカー見なきゃって。え、こんばんは。なぜだかかっぱ寿司を思い出すお顔してます。やだ、あれ、二十歳ぐらいの時なんですけど、22ぐらいの時なんですけど、やだ、嬉しい。キッカさん、この後サッカー見たりしますか？え、12時でしょ？だって起きてるもん。多分。ちょっと見ながら見ようかなとは思ってますけど。さあ、というわけで、あ、明日も早いので寝まーす。だって。ちょ、そうだよね。早い人は寝てください。さあ、というわけで皆さん今日もありがとうございます。
さあ、チャーイ、最後これ書いてのチャーミングキャラリクエスト。今日は明石のポーチさんとアキラックスさんから同じ話題ですかね。まあ、サッカーがこの後12時からワールドカップ日本対クロアチア戦、あと1時間20分ぐらいでキックオフです。ぜひとも勝っていただいて、日本初のベスト8入りを果たしてもらい、その先の頂まで目指していただきたいです。そんな勝利への期待も込めまして、今日ゆいちゃんに書いてほしいチャーミングキャラリクエストは、サッカーワールドカップの神様。今まで越えられなかった壁であるベスト8をかけて、約1時間後、クロアチアと戦います。というわけで、サッカーの神様を変えてくださいということで、明石のポチさんとアキラックスさんから、いただきました。ありがとうございます。私の今日の、結果予想は2-0です。さあ、というわけで皆さん、おやすみなさい。お、寝ないけど、私は寝ないけどね。おやすみなさい。ギフトありがとうございました。おやすみなさい。あ、5月1日、私の誕生日ね。おやすみなさい。切りまーす。